ブッシュはイギリスのロックバンド。デビューアルバム、シックスティーンストーンはマルチプラチナディスクに認定され、アメリカで1000万枚以上のセールスを記録。90年代に最も商業的成功を収めたバンドの一つである。ボーカルのギャビンは、それまでのバンド活動で数枚のシングルを発売後、業界の荒波に揉まれて挫折。ザ・ノーバディーズというバンド名だった。 ロンドンでの生活に退屈し、1991年にロサンゼルスで映像制作のアシスタントを務めながら半年間を過ごす。そこでニルバーナのライブを見て多大な影響を受けた。ニューヨークにも何日か住むが、ロンドンに戻り、元トランスビジョンバンプのベーシストだったデイブ・パーソンズ、そしてドラマーのロビング・ドリッジと共にブッシュを結成し、そこに イギリスのキング・ブランクというバンドにいたギタリストのナイジェル・パルス・フォードが加わる。こうして現在の4人組のブッシュは1992年頃に結成された。はじめはロンドン周辺のクラブで活動していたが人々の反応はかんばしくなかった。ブッシュというバンド名はメンバーがロンドン西部のシェパード・エス・ブッシュに住んでいたことに由来する。その後、 ジョージ・マイケルのマネージャーだったロブ・カーンがブッシュに注目し、彼によって当時ディズニーの子会社としてスタートしたばかりだった。ハリウッドレコードの重役の一人に紹介されるも契約寸前でその重役がヘリコプター事故で亡くなったため、レコーディング契約が白紙になってしまった。そこに新たにインタースコープレコードからの契約が舞い込み、晴れて契約となった。現在は アトランティックレコードへ移籍している。前日の通り、ロサンゼルスで映像制作のアシスタントとして働いていたため、ビデオ制作もこなす。テニス選手のロジャー・フェデラーの大ファン。フェデラーが登場するウィンブルドン選手権では、毎年必ずテレビで客席に映っている。スタジオアルバムライブアルバムベストアルバム。ありがとうございます。